デビット・アレンは生産性向上コンサルタント。タイムマネジメント技術である、ゲッティング・シングス・ドーンの生みの親として知られる。ルイジアナ州、シュリーブポート育ちで、地元のディベート大会で優勝し州で一番になったことがある。大学は、フロリダ州サラソータにある、ニューカレッジに進み、卒業後は、カリフォルニア大学バークレー校の大学院に進学し、アメリカ市を専攻した。 大学院終了後、ヘロインを乱用し始め、治療のため病院で入院生活を送った。これまでに就いた仕事は次の通り。マジシャン、ウエーター、空手講師、庭師、ビタミン剤の営業、ガラス吹き旋盤のオペレーター、旅行代理店社員、ガソリンスタンドのマネージャー、設備レンタル会社社員、モペットのセールスマン、レストランのコック、自己啓発トレーナー、 芝生手入れサービス会社のマネージャー、旅行代理店のマネージャー、スピリチュアルな内的気づき運動に任命された牧師でもある。35歳までに35種類の仕事をしてきたと主張している。自ら編み出した生産性向上の技術を1980年代からビジネスに応用し始め、それによってロッキード社の役員、管理職に向けた研修プログラムを構築する契約を 勝ち取った。デビット・アレン社の設立者であり、生産性向上技術、行動管理、役員コーチングを扱っている。ゲッティングシングスドーメソッドは、コーチング研修から生まれたものである。アクショニア社の共同設立者でもあり、ポンパイロット向けの生産性向上ツール開発を行っている。デビット・アレン社の研修講師は、定期的にセミナーを開いており、 アレンのゲッティングシングスドーンの方法論を約595ドルで教授している。アレン自身が開くセミナーは995ドルかかるが、ほとんど行われることはない。2007年時点でアレン本人によるセミナーは受講者1人につき595ドル、もしくは他人数向けの会社研修会で1回2万ドルの費用がかかる。アレンにはこれまでに4冊の著作がある。 Getting t h i n g s d o n e The Art of Stress, Free Productivity は生産性向上プログラムの概要 ,Ready for Any t h i n g 52 Productivity, Principles for Work and Life はニュースレターでの連載をまとめたもの ,Making It All Work, Winning at the Game of Work and Business of Life は諸著作の続編である。2015年には、 諸女作を全面改訂した最新著ゲッティング・シングス・ドーン、ザ・アート・オブ・ストレス、フリー・プロダクティビティを上司した。本拠地はカリフォルニア州のオーハイで4人目の妻キャスリンと同居している。彼女について仕事と私生活の両面における比類るなきパートナーだと、ゲッティング・シングス・ドーンの社辞で述べている。二千十四年五月にオランダのアムステルダムに住居を移した。 ありがとうございます。